ニコラ・アントニオ・ポルポラは、イタリア後期バロック音楽のオペラ作曲家、声楽教師、有名なカストラートのファリネルリア、作曲家、ハイドンの恩師として知られる。アレッサンドロス・カルラッティが、オペラ界を牛耳っていたナポリで音楽を学ぶ。最初のオペラ、アグリッピーナ・アグリッピナは、1708年にナポリ宮廷で守備よく上演され、2曲目のオペラ、 ベレニーチェベレニスは、ローマで上演された。長い経歴の中で、これらのオペラに続けてさらに多くを送り出したが、オペラの作曲だけでは立ち行かなかったため、ナポリ軍の指揮官や、ヘッセンダルムシュタット公、ローマ駐在のポルトガル大使などといった貴族の支援者に、学長として支援を受けていた。しかしながらポルポラの普及の名声は、もっぱら声楽教師としての比類ない能力にかかって、 いたのであるナポリのサントノフリオアポルタ・カプアーナ音楽院、サンオノフリオ、エーポルタ・カプアナやポーベリディ、ジェス・クリスト音楽院、イット、コンセルバトーリオ・デイ・ポーベリリ・ジェス・クリストで、1715年から1721年まで、ファリネリ、カッファレリ、サリンベーニラの名歌手を育て上げた。1720年と1721年には、 才能ある青年詩人のメタスタジオの台本によって2曲のセレナーデを作曲し中段はあれども長い協力関係に入った1722年のオペラの成功によって音楽学校での職務を投げ打った1725年に新生ローマ皇帝カール6世のウィーンの宮廷と関係が立たれて以降ポルポラはほとんどベネツィアに落ち着き作曲や 定期的にピエタ養育院などでの教育活動に取り組んだ。1729年にハン・ヘンデル派の招きでロンドンに行きオペラ工業に取り組んだが成功せず、1733年から1734年までモンテのファリネリを出演させるも貴族オペラの一座を破産の危機から救うことはできなかった。1748年よりドレスデンで ザクセン選定校の宮廷学長として活動するが、その地位は、ベネツィアやローマでの強敵との緊張関係によって、終止符を打たれ、1752年に、ドレスデン宮廷を去った。その敵とは、非常に成功したオペラ作曲家のヨハン・アドルフ・ハッセと、その夫人で、プリマドンナのファウスティーナ・ボルドーニであった。ドレスデンからウィーンに行き、その地で、ハイドン青年に音楽を指導する。 ハイドンは、金所といった感じの伴奏者として、ポルポラに帰附していたが、ポルポラは、作曲の真の原理を教えてくれたと認めている。1759年に、ナポリに戻る。この頃より、ポルポラの活動は一連の不運に見舞われる。その華やかな作曲様式は、時代遅れとみなされ、最後のオペラ、カミラの、ショーリール・トリオン・フォディ・カミラは、失敗に終わり、 ドレス電球亭からの年金は止められた。葬儀の際には予約演奏会の収入で賄わなければならないほど落ちぶれ果てていた。しかし、ポルポラが四季を迎えた頃、ファリネ・リア、カファレ・リラはほとんど旧市の卓越した指導のもとに財をなし、快適な隠居生活に入っていた。ありがとうございます。